さあ、ということで今回は駄菓子キャラクターマスコットの開封をしていきたいと思います。まあ4種類なんでね、まあ、見ていきますか。うまえもん、うまい棒のね、これキャベツ太郎、カエルのおまわりさんって言うんだってね。キャベツ太郎だと思ってた。っていうか、まあカエルのおまわりさんって言おうが、まあ一番の狙い目これなんだけど、まあフォロワーさんとかよくわかってると思いますけど、キャベツ太郎なんで、もう僕の中でこれカエルのおまわりさんじゃなくてキャベツ太郎です。で、あれよっちゃんいかっすね。まあよっちゃん、これよっちゃんならこれキャベツ太郎っていいじゃん。カエルのおまわりさんとかもう普通じゃん。で、なんかね、このビッグサイズマスターライズ EX じゃないけどさ、まあそういう枠なのかな。タラタラしてんじゃねえよのタラタラしてんじゃねえよ、タラタラしてんじゃねえよのタラタラしてんじゃねえよって名前ならキャベツ太郎のキャベツ太郎でよかったじゃん。なんかカエルのおまわりさんってつけちゃった。キャベツ太郎ね、これ、うん、で4種類なので4つ買いましたよ。で、中身どれかわかんないんですけど、まあ、4種類なら4個買えば揃うっしょ、その余裕っしょ、うん、なのでまあやっていきますわ。ただやっぱりね、重さは違うんですよね、うん、軽いもの重いものとかあったんで、まあ重いものがね、このタラタラしてんじゃねえよになるんでしょうねって感じだけど、今シャッフルしたんで、まあよくわかってないです。まあとりあえず左から開けていきますと。一応ね、箱の重さとかね、今持っちゃったわ。お店で買うときね、それなりにね、選びましたよ。それをサーチって言われたらたまったもんじゃないな。なんか店員さんずっと見てたけど、別にこれ破ってね、中見てるわけじゃないからね。箱ぐらい持たせてよって感じよね。うん。じゃあ開けていきましょう。はい、改めまして駄菓子キャラクターマスコットですね。左から行きますか。これで行きましょう。さあどうかな。多分重めかなこれ、うん、重いのも2種類ぐらいあった気がするな。ってことキャベツ太郎じゃないってこと？冗談じゃないよ。キャベツ太郎ね、もしかしたら重いかもしんないからな。これでビリーっていうのちょっとやめてもらいたいんで、ほらなっちゃうでしょ。パリパリパリが良かったな。まあいいや。いやー、なんだろうね、もしかしたらカエルのおまわりさんね、ヘビー級かもしんねえからな。さあ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 、いきますよ。カエルのおまわりさんは絶対に行くかね。え？あ、そっか、うまえもんも重めなのか。あ、そっかそっかそっか。まあそうだよな、うん、2番目に重いだろうね、うまえもん。つうかこれ塗装めっちゃ頑張ってんな。クオリティ高いですねこれ。あ、補助パーツあんだ、透明のね。透明の補助パーツか。プライズフィギュアが見習うべき点ですね。まあ、とりあえず、1個目は、うまえもん。まあ、いいんだけどさ、キャベツ太郎だからね、ほんとに。ほんとね、重いのかな？よくわかんないですね。ちょっと重いかもしんないですね。いや、頼むよ、マジで。ていうか、箱大事にしたいのに、こんなね、破り方になっちゃってね、ほんと、どうすんのって感じだよね。まあまあ、いきますか。頼むぜ、マジで。キャベツ太郎、キャベツ太郎。キャベツ太郎はダブったっていいよ。頼むぜキャベツ太郎。うっ、え、マジでお前よっちゃんいか、このなんかよくわかんねえ、これ何振り回してんだこいつ。何、そういえばそうだよな、このよっちゃんって何振り回してんのこれ。イカ、イカじゃねえ、何これ、何振り回してんだろこの子。まあいいや。え、よっちゃん俺軽いと思ってたんだけど、一番意外と重いな、よっちゃん。まあ、あと2個だよ。え、キャベツ太郎出るよね。あ、軽い軽い軽い。ちょっと待って、ちょっと待って、よっちゃんが重かったってことは、あと軽いの、じゃあキャベツ太郎じゃん。これ絶対重いわけじゃん。キャベツ太郎確定だな、これ。これ絶対キャベツ太郎だ。よっしゃ、キャベツ太郎、キャベツ太郎、もう確定だよ。もう分かるよ、そんくらい俺だってもうね、アラフォーだぜ。何年生きてると思ってんだよ。そんくらいね、頭そんくらい回りますよ。行くぜ、絶対キャベツ太郎だから確定で。はい、こちらが上半身と下半身と補助パーツ。何を言ってんだバカタレが。おい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 、ええ、ちょっと待って、冗談じゃねえ、俺キャベツ太郎欲しくて4つ買ったんだよ。え、これもなんかな、よっちゃんイカっぽいんだけど、そんなことある？え、キャベツ太郎以外いらねえぞ俺。ちょっと待って、いや、キャベツ太郎だこれ。いや、いや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 、冗談いい、冗談いい。いやいやいや、これでキャベツ太郎だったら神回だからな、うん、頼むぞマジで。俺キャベツ太郎のために買いに行ったんだよ。
キャベツ太郎、キャベツ太郎頼む、キャベツ太郎頼む、1回550円だ、キャベツ太郎頼むぞ、行くぞ、せーの、よっしゃー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 、コンペよっしゃーよしよしよっしゃー、神返しじゃねえかこれ。俺マジで中身分からんっていうか、俺キャベツ太郎軽いと思ってたんだもん。そしたらこいつよっちゃんめっちゃ重いんだもん。やったぜキャベツ太郎、よっしゃ流れも完璧じゃん。マジビビってるこいつ、マスターライズ EX じゃねえんだもんこいつ。やったー神回だ。よっしゃ、まあ、とりあえず、まあ、一気に全部開けて並べちゃいます。はい、全部並べていきました。あのね、まあ、普段プライズレビューしてるじゃないですか。プライズフィギュア、あの、まあ、クレゲのね。あの、ちょっと見習ってもらいたいんですよね。あの、これはほんと上半身下半身と、まあ、台座兼スピーカーか、アンプだね。まあ、それはちょっとね、プライズフィギュアっぽいね、いつものね。これよ。あのね、これ補助パーツじゃん、あ、普通じゃんって思うじゃないですか。でもこれ片足立ちなんですよ。なんで立つのって思いません？あのね、すごいよ、これ。ほら、補助パーツがこうやってダボっていうかさ、しっかりくっつく、外れないようになってるの、片足立ちだからさ。そうするとね、こうやって立つのよ。すごい凝ってるよね。で、あの、よっちゃん、あ、帽子。よっちゃんね、あの、ほら、何これ、台座っていうかさ、何この素材、わかるでしょ？ブリスターの素材か。まあ、これでも一応ね、立つっちゃ立つ。立たねえわ。うん。だからこれ、最初からこうやってくっついてたの。おしゃれだと思わない？なんか、こうやって、ほら、ね。ちょっとこれちゃんとした補助パーツになっちゃうと邪魔しちゃうかもしんないじゃん、よっちゃんを。だよっちゃんの邪魔になんないようにこうやってブリスターチックなさ、薄型の。めっちゃ凝ってるよね。で、念願のキャベツ太郎。この帽子、ただ乗せるだけなんですよ。だから今ポロって取れたでしょ。ポロって取れちゃうんです、これ。本当に乗せるだけ。ほら。なんかガッてはま、でもここにダブあったら困るもんな。だこれでよかったわ。うん。こういう感じ。ふわ、すぐ落ちちゃうわね。うん。こういう感じですよ。そうこういう感じよ。これキャベツ太郎ね。カエルのおまわりさんとか言ってっけど、キャベツ太郎だ、これ。うん。ってことは、マジフェイント食らったわ。想像してたね、重さが全てひっくり返った。こいつ、マスターライズ EX 枠のタラタラしてんじゃない？こいつ一番軽いわ。やられたわ。で、うまいもんが一番重いかな。よっちゃんいかもね、割と重い。3番目に重いっていうか、よっちゃんとね、キャベツ太郎の重さがよくわからん、違いが。うん。これマジ。だから一番軽いのはタラタラなんで、うん、あの、キャベツ太郎欲しかったら一番軽いのやめといた方がいいっすよ。2番目に重いぐらいのやつを選ぶとこのどっちかだと思います。あの、ガラ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 なってね。これ結構重いっすね。うん。いや、マジでね、でも最高、動画としては最高だよ。うん。思った通りね、パカ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 開けて、ほら、キャベツ太郎だって、そつまんねえじゃん。あの、マジで個人的には神回だわ。1回550円、ちょっとこれ動画にするかね。レビューにもなんないじゃん、さすがに。うん。どうしようかな。もうなんか先にね、フォロワーさんとかもゲットしちゃってる方多かったから、いや、遅れて自分がやるのもなと思ってたけど、楽しかった。あの、ドラマだわ。こうやってね、動画映えしてくれると僕もね、嬉しいですよ。うん。最高でしたよ、今回の。うん。ライブ配信にもしようかなと思ったんだけど、今日ね、あの、ワイオタさんがね、あの、クレゲのね、配信ライブされるんで、バッティングしちゃうと申し訳ないから、まあ、まあ、普通に動画でいいやと思って。いやー、ブラボーだった、ブラボー。キャベツ、よし。あと忘れてたんですけど、一応こうやってね、紙入ってますよ。パンフレット、一応こういうラインナップですよっていうのと、裏がね、これお菓子のね、こうやって紹介と説明、ね、こうやって、気になる方はここで停止ボタンを押して読んでくださいって感じですね。うん、こういう感じですよ。ということで今回は駄菓子キャラクターマスコット4個開封ですね。うん、コンプできました。楽しんでいただけましたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。